どうも皆さんこんにちは。こんにちは。イエーイ。あれ、なんだかやからな車が。やからな。違う、さっき違う、ひさっぴくんのやつを撮ってたらボーとか言って、おっとなんか来たぞと思ったら、おっと、お、バックしてきたぞ。もしかして、お、これは来たかって言ったら、こんなマジスタに絡まれて、おい、おいとか言ってきて、おい、なんでその仕事を、ああ、なんでその仕事、これラグジュアリーこ来てね。怖かったっすよ。怖かったもん、俺どうなるかと思った。メンタル弱いね。浮き上げて、おい、動画撮るやこの野郎とか来て、あ、わかりましたって、もうなんか無理やりこうね、撮らされてねっていうことにしておきましょう。じゃあ、え、これ何の車だったっけ。これはマジョスタ。なんか僕からフェラーリって声だよ。え、17フェラーリかな。あ違うよこれ。違う、知らんの、知らないの。え、わかんない。これ日産のシーマだった。あ、日産。そう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 、違う、セドリックじゃない。セドリックじゃないって。トヨタのマジェスタ3リッター3リッター3リッター、はい、なんか3リッターらしい。なぜか、なんでですか、オーナーさん。理由は税金が安いから。税金が安いから、みんな最近それ言う。3リッターのマジェスタないですか。なんで、税金が安いから。じゃあちょっと車紹介していきましょう、はい、あれ、ホイールかっこいいね、サッピ君。これいいですね。これはどこのホイールかな。ワーク、シュバート、ワーク。嘘、本物、本物、本物、あ、本物だ、本物だ。ちょ、様子がおかしいよこれ。なんか様子がおかしいよ。え、なんか様子がおかしいよこれ。ちょ、あれ、ひさっぴくん、はい、様子がおかしいよ。様子が、なんか様子がおかしいよこれ。なんかないですね、インナーないよこれ。ないですね。これ純正なんですかね。これ純正かな。オーナーさん、これインナーないの。純正インナーないよこれ。どこ飛んでた。取っ払った。そんなもんは邪魔だと。あー、え、あ、これ、あ、フェンダーかっこいい。これフェンダーかっこいい。これ何、ワンオフ。ワンオフって言ってましたね。あ、これ、あ、ちゃんとやってる。すごいねこれ。すごいね。あの、ほら売ってるじゃん、社外品の、はいはい、ね、なんか、え、 FRP とかじゃないね、ちゃんと。あ、これ溶接してあるね。ねえ、パテ曲げてる。あ、折り込んどんのかな、こっちに。ねえ、全塗装何色っていうのこれ。ブラウン、全塗装ブラウンじゃないこれ。ブラウンだね、ブラウン。はい、ホイール何 J？ 8.5?9?10?10.5?10.5 入った。あ、入るね、マジェスタ。ゴム、マジ10.5 プラ15。ゴム何？ゴムは265。225。225 30。マジ？これバーストしたらヤバくない？バーストしたらヤバくない？お、ちょ、これ向き変えようか。ちょっとサッピ君、はい、ちょっと暗いね。ちょっとがだいぶ暗いね。だいぶ暗いね。ちょっと待ってて。ちょっとオーナーさん動かしていい？楽しいですか。楽しい、こういう車欲しいよ俺も。そんな低くないね。どうかっこいいやんこれ。ほら、かっこよくない。かっこいいですね。かっこいいやん。じゃあオーナーさんをチラッと、隠れた、隠れんぼしてる。いいよこれ、かっこいいよ普通に。ほらなんか照れちゃってるオーナーさん。普通にかっこいいのにこれ。
何が不満なのこれ。かっこいいやん、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 モナさん完璧、面白い、これかっこいいね。かっこいいですね。サンピ君、はい、面白い車に出会えたね。面白かったですね。あの俺に声かけたら最後だよ強制的に車取るからね、まあ時間があればね。本当ですね。だってご丁寧にバックしてくれるんだもん。ムズコレージの草田さんですよね。あ、これ来た、これ取って 取らなあかんなと思ってね。ということで今日は17マジェスタでした。いい？いいっす。オーナーさんいいですか？ OK です。で最後にオーナーさんがチラッとチラッと、僕は大サービス。もう乗って帰ろうかこれ乗って帰ろうかもううちのあの在庫車両として並べるわこれすぐ売れるやないすぐ売れると思う多分ちょっと手直しして、中ももうちょっと綺麗に仕上げて、 LED も全部直してグランショー89万円。あー、いいですね。89万円、総額110万円ぐらい、勝手に値段つけたよじゃ あのそんな困難なんで、あの今日はマジェスタ紹介いたしました。あ、オーナーさんのイニシャル文字だけでも Y、 あ、 Y さん、 Y、 Y さんです。あの見かけたらバンバン声かけてねバンバン声かけてねあ、 Y さんですよねとか言って、その辺うろちょろしてるらしいんで、そう、うろちょろしてるらしいんで、みんな声かけてください。あ、仕事場近いらしいね。なんなら仕事場も公開しましょうか勘弁してくださいって言ってますはい、じゃあ、 あの今日はマジェスタ紹介いたしました。じゃあまた皆さんもお越しください。バイバーイ。